こんにちは、ラッキーです。今日はですね、乗馬に使われるこの白車という道具についてのお話です。まずこの白車、一体どういうものなのかちょっとね、見てもらいましょうね。このように金具の後ろに突起のようなものが出ている道具なんですけども、靴のかかとにつけて使用するものですね。これはブリティッシュ乗馬で使われる白車ですね。で、一方でウエスタン、カーボーイ式の乗馬では、西部劇なんかでね、見かけると思うんですけども、こういった形の白車を使う場合が多いです。これを白車と言います。ではこの白車、何のために使うかというとですね、一般的にはですね、動きがちょっと鈍い馬、人の合図に対して反応の鈍い馬に使う場合が多いですね。なかなかかかとで合図しても言うこと聞かないから、こういった道具で補助的に使うといったイメージがありますね。ことわざなんかによく白車をかけるなんて言葉があるんですけども、そういった意味合いがこの白車では使われることが多いです。本来はね、もっと違う使い方があります。それについては後ほど解説したいと思います。ではね、この白車なんですが、なぜこのブリティッシュとウエスタン形が違うのかというとですね、使用の用途というのはよく似ています。ただこの形状が違う理由、まずブリティッシュの方からなんですけども、もちろんブリティッシュといってもいろんな形があります。これはあくまでもこう一般的な白車の形なので、いろんな形はあるんですけれども、だいたいこういった細いシルエットのものが多いです。で、ここが固定されているものですね。ウエスタンのようにこうくるくる回るのじゃなくて、ここは固定されています。ここをブーツなどのかかとにつけてですね、馬のお腹に当てるんですけども、こういったシルエットのものが多いです。理由としてはですね、ブリティッシュのブーツというのはこういったですね、チョーカなんて言い方しますが、ちょっと細身のちょっと長靴のようなですね、シルエットのものを履くことが多いです。これにですね、このような形でつけるんですけども、これをね、馬に当てるんですけど、やっぱこう細いシルエットのものに、こうやってウエスタンのね、こんな重たくて、結構重たいんですよこれ、重たくていかついものをつけるとちょっとバランスが悪いですよね。で、ブリティッシュっていうのは割とこうスポーツ化が進んでいて、できるだけ無駄を削ぎ落とす、軽量かつ、乗馬として合図をね、より明確に伝えるためにですね、こういろんな無駄が排除されています。もちろん見た目の美しさっていうのも、見られるんですけども、スポーツ化された中でこういうふうに細くなっていきました。で、一方でウエスタンですね、ウエスタンはなぜこのような形をしているかというと、こうウエスタンブーツ、結構ごついんですよね。ガシッとしててかかとも分厚いです。で、こうやって白車がついてるんですけども、しっかりしたものにしっかりしたものをつける。なので、こうシルエットがどうしても大きくなりがちですね。で、ウエスタンの場合はもちろんスポーツ化だいぶされてはきてるんですけども、まだまだね、蔵にしてもそうなんですけど、こうカーボーイのお仕事の流れっていうのがありますので、お仕事で履くためには耐久性っていうのが大事になりますから、こう結構ブーツもしっかりしますし、この白車っていうのもしっかりしています。一日乗ってこう壊れたりしないようにですね、結構ガシッとした作りですね。で、一番の違いなんですけど、大きさシルエット違うんですけども、一番大きいのはここですよね。この馬が当たる部分、なぜブリティッシュはこの突起だけなのか、
ウエスタンはこのようにくるくる回るのか。でそもそもブリティッシュの乗馬はですね、軍隊の乗馬から派生した馬術ですから、長靴超過につけるんですね。で一方でウエスタンっていうのはカーボーイのお仕事から派生した、馬術なので、そもそもね入り口が違います。なので用途はですね、絞って絞っていくと、まあ、こういったシンプルな形になるんですけども、ウエスタンの場合ですね、さっき言いましたカーボーイがお仕事に使う、まあ、一日中履いてるから耐久性を重視してごついっていうのと、まあ、カーボーイのお仕事ってのは牛を追うことなんですね、主に。なので、急な動き、牛がこうピュッと行った時に馬をピュッと横に動かしたり、まあ、急な動きっていうのを求めます。ピュッとですね。なので片手で馬を操作しながら、片手はこう牛を捕まえてロープを回したりですね。だから結構ですね、馬にこう急な動きを求めるんですね。そうなった時に、やはりこういうシンプルでちっちゃい白車だとなかなかですね、かかとがすぐ当たらずに、横の動きっていうんですけど、パッパッと動かしにくいので、まあ、ちょっとここは長くてごついんですね。すぐにこう横の動きに馬を反応させるために、まあ、そういう目的でこういう形をしています。でなんかこれいかついからこっちの方がなんか馬に痛いんじゃないかって思われるんですけど、このねくるくる回るところ、これなんで回るかっていうと、まあ、あのおしゃれでね回ってるっていう話もあるんですけど、まあ、そうじゃなくてですね、回った方がですね、実は痛みとしてはですね優しいんですよ、馬には。もちろんこう立てれば痛くも使えるんですけど、まあ、バリエーションがすごく多いんです。横の動きパッパッとこういろんなね、横に動いたり急に止まってぐるっと回したりするので、牛に合わせてですね、そういった時にいろんな横の動きのバリエーションが多いです。まあ、そのためにですね、この、まあ、立てて使えたり優しく使えたり、まあ、すごくね、こう白車の占める仕事の割合が多いんですね。だからこうごつくて複雑な形をしています。まあ、ここまではブリティッシュの白車とウエスタンの白車の違いをねお話ししたんですけども、じゃあこの白車の使用目的は何なのか、ブリティッシュ、ウエスタン共通している目的なんですけども、白車の目的というのは、まあ、言葉悪いんですけども、動きが悪くて言うことを聞きにくい馬に刺激として使うっていうのは実は間違いで、白車というのはより合図ですね、馬に優しく伝えるためです。そのために使います。こんなん使ったら痛いじゃないかと思うんですけども、まあ、無知の時もね少しお話ししたんですけども、まあ、道具は使い方です。で、まあ、例えばなんですけど、馬のお腹に何もつけない状態ですね、まあ、このブーツだけで乗るとした場合、まあ、合図はこの内側、まあ、ふくらはぎを使ったりかかとを使ったりするんですけども、その時にどうしてもですね、こう面で馬に伝わります。まあ、手のひらでこう押してるような感覚です。馬に前に進みなさい、横に行きなさいっていう合図ですね。けど白車をつけることによってですね、こう手のひらで面で馬に伝えていたものが指先で伝えるように、まあ、点で馬に伝えることができます。前に行くときにギュッと押さなくても、軽くこの先っちょをボタンを押してですね、押してあげるとまあ前に進みますし、例えば横に動きなさい、前足をこっち側に動かしてねっていうときにですね、面でふんわり押されるよりも、点で指先でこう押すようにですね、ボタンを押すようにここだよってやってあげた方がですね、馬にはとっても分かりやすい合図になります。まあ簡単に言うとですね、合図を面から点、より繊細に分かりやすく伝えるために白車というのは使います。決してね、言うことを聞かない馬をですね、こう懲らしめるために使う道具ではありません。もちろんそういった使い方をしようと思えばできるんですけども、それは本来の目的とは外れています。まあ、繰り返しになりますが、面で分かりにくい合図をですね
より分かりやすく点で教えるため、ボタンを丸で押して馬に伝えるようにするためにです、白車というのは使います。これが本当の白車の目的です。まあ、まとめるとですね、白車というのは決して馬を痛めつける道具ではなくて、合図をより分かりやすく伝えるための道具です。道具っていうのはね、人の使い方で全く違うものになりますから、優しく使えば人馬ともに快適に過ごせる素晴らしい道具なんですけども、まあ、ただね、言うこと聞かないからガツンガツンって当てるような刺激として使うのであれば、これは馬にとっては嫌な道具になってしまいます。なので道具というのは白車に限らず、そういったね、両方の側面を持ってますから、本当に正しい使い方っていうのを学んでですね、人と馬が快適に乗馬をねできるようにしていただけたらいいなと思っています。本当に乗馬っていろんな道具あるんで、僕もちょっとこう分かりやすくお話しするにはどうしたらいいかなって日々考えてるんですけども、ちょっと白車ってね、ちょっと乗馬やってる人はよく分かってると思うんですけど、あまり乗馬をされたことない方には馴染みないと思うんです。こんなんね、ウエスターのこんなコロコロ回るやつなんて西部劇でしか見たことないと思うんですけど、これ実際使ってるんですよ。僕実際使ってます、この道具。これで馬をトレーニングしてますので、はい、決して映画の中の世界のものではないので、そういったね世界もちょっと覗いていただけたらいいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。